まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、お重を救うと。 甥が我が兵を追い回す。獣のごとく奴先にしている。己らが民に何をした。<笑>心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を尽くいさをした。わしは誉れをもって武勲を立てた。津島の好機を正し、平和をもたらしたのだ。 俺とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲を残す前に死ぬことになる。勲とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。 その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。 いや、先に小屋で待っておれ。ジン。 お母さん、お重へもお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭を救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直にしかけます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子敵に寝返った時だ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど、 厄介の種でしかないぞ。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など忌まやましいものだ。へっ。おのおの方、 潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようなが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、堺殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主客に囚われておいでのはずです。 城攻めに気づかれれば老いの血が危うい。大手門から攻め入り、意気気も抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから刺客を目指し、お重を救い、大手門へと戻り退却しましょう。<笑>死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。 それかクロウド。お重へがお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。
ここから登れそうだな。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるな。たつき一つを忘れざる。皆の覚悟を忘れはせんぞ。少しずつ、まず万兵を倒さねば。you
先生、ケンジと大手門の番は心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。내기 좀 하신다. ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っ手を行ってください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。バンペイがいる。俺が先駆けだ。
V-neck pants. それはせぬぞ。志村様にも伝えよう。 この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。 中に入れたらすぐに門を開けてくれ。 ここで死すべき方ではなかった。 ユナの手がいるな。 待たせるね。備え、ワンピングオルス。
Oi, onu okuyup çağırma! Arkin!대해서 함하고 해. 네게 못 했어. 아? 유나, ここを 守れ. 俺は 叔父上のもとへ. 死ぬ じゃないよ. 竜蔵。クロードの首を差し出せば。 褒美をもらえるとさ。 お前? 仲間が腹をすかしてんだよ。 叔父上をお助けすれば 召し抱えてもらえる。 お前も武士になるのだ。
そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、文字後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。食わせなきゃならねえ。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。
paranoid. Ready, 준비. どうしたこの獣が。叔父上、ジンです。ジン、急げ。ウフ侍の子。
信じておったぞ、ジン。さすが正しの息子だ。この身を尽くします、おじ上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に 太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。おい、北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。 危なかった。これ以上は耐えられん。 政子殿、無事であったか。甥子のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。仇殿は無人としての最期を遂げた。仇を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。 死んでいった対馬の武士の敵、朝子殿を取りも逃がすでない。石川先生、矢を放せ。本名は守ろう。臆するでないぞ。 皆の者、よく働いた。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。 大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け助けてやれ。
飯をくれる約束だろう。わかるな。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についてお叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。刃を太陽のごとく輝かせましょう。品揃えが増えました。
目が利きますね。また頼むぞ。またお越しください。志村様によろしく。ジン、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍造も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。政子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁には
ぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。破壊様、守りは進んだか。いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。志村様は何て？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。誠の武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が束になろうとわしの心は折れぬわ。言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い、
燃える木とムクロ消えたものめ伊豆原の村もここまでではなかったわしに逃げられた腹いせということか残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬどうにかせねば猛虎ども騎兵がいます押し通れよし木で見た兵ハーンの精鋭だ北を攻めておったはず来いカゲさあかがり火台は敵の手に再び火を灯しハーンに見せつけてくれる民も喜びます島中のかがり火台をすべて取り戻す門から新手が来ますどうしよう
これは手始め。援軍だ。朝に撃つ気が。何用でまいった。猛虎の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。はあめ、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。彼らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。
誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。産麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上？守り手の？そのような最後、たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉か。どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならば、おそらく一日で召集できます。加勢により、皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵、皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく、平和のために戦います。
寿司を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の寿司だと言われています。赤島で会おう。ご存知ですか、我々が幾とせも隠してきた強大な鎧を猛虎が探しているそうです。猛虎のことだ、よからぬことに使う気だろう。話によるとその鎧をつければ百姓も英雄になれるとか。武士がつけるとどうなるのだろうな。詳しいことを知りたければぜひ琵琶法師にお聞きください。赤島の近くにいるそうですよ。槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか。でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。
お前は名馬だ。お待ちを見つかります。酒井様、よくぞあの志村様をお救いくださいました。ありがとうございます。助かった。もう安全だ。Was nicht irrsum. Bis sein Herrlach. Bitte nicht, hat er sagen, Herr Schiedic. Ahichar, wo? Olad auch nach Ternig. Som Schongen, ich schon was so. Jutsch, hat er da. Jutsch, bisch, Badje. Samurai, yo! お急ぎください。
待たせてしまったな。祈りが通じたようです。道中気をつけよ。댄, 네게 뭐 있어? 응? 댄, 나! 鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。御作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。走れ、鍵！
逃がしてやる。このことは生涯忘れません。もう安全だ。助けて！動くな。
祈っておりました。さあ、早く逃げよう。今はまだダメです。ここにいます。待たせてしまったな。猛虎に殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探しとりました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。少し疲れたか。
お侍様、つげがさ衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め、罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。かけろ、かけ。よし。かげ、さあ。Shoot!
霧が裏、目を澄ましてぞ思われる。避けても未だ身は世にありて。
参る。抜けばかりか。よし。どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜを語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになる。心からそう願っております。迷子の牛だ。人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の太刀で首を切るのは気が引けるが、この地を乗っ取るためなら我慢しなきゃな。
これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。走れ、影！
動くな。なんとお礼を申したらいいか。もう安全だ。Here you got some Harwa, ukhsam samurai. Bukhsadad hajot.逃がしてやる。助けに来てくださってありがとうございます。道中気をつけよ。
Perdiu!待たせてしまったな。 あなた様が御作様に見えました。 どうぞこの鍵を。 御作様もお喜びくださいます。 これからも頼むぞ。
よし。影、さあ。ネギオンパシンタ。ネギオンパシンタ。Явчаж, эхтэй болгоомжтой. Дороо мотор шатаггүй. Ой! あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして、通るものを捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。
カッパをご存知ですか？本当にいるんですよ。なんだと？あの妖怪がなんと若島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。手に入りにくいものが揃ってますよ。さあ、ご覧ください。どうぞ。さあ、どうぞ。礼を言う。どうか、ご分を。うちの道具を見ていってください。どんなものでも揃えてますよ。さあどうぞ。これほどの品はありません。お譲りできるのはこれだけです。良い知らせをお待ちしてますね。
넌 내게 못 했어. 넌 나왔다. 텐트웨이. 待たせてしまったな。祈りが通じたようです。もう安全だ。Ой, ну как же харда? Ара, уйди. Ой, ну как же харда? Ара, уйди. Ой, ну как же харда?
もう安全だ。お話がございます。猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく、族の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどいありさまで。俺が敵を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。お主の名は？サキと申します。家族の無念、必ずや晴らそう。
減はせんぞ。チーズメルタエリオッツ。叔父上は民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。
皆の覚悟を忘れはせんぞ。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。さっきの中の様子は。賊と戦ったのか。お主の受けた苦しみ、奴らに味わわせよう。体、家を漁ったか。この地が記されておる。これはようやくお前と夫婦になれるだと。雪吊りの殺しではない。中は十分。次は外だ。先に行っておれ。主を守ろうとしたようだ。多くの足跡が街道へ。
お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？コモダの村がどうのって、焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて、叩きのめしてください。慎重に勝負。コモダの村、ここに賊が。やめたやから。加減はせんぞ。
頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。
何があったのだ。ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。なんともひどいお話ですよ。サキはどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った族にたばかられておったのだ。あだを打ったというのに。それはありがたい。きっとサキも成仏するでしょう。どうにかなるさ。